どうもフルゼロと申します。本日は 5.5 アニバーサリー感謝キャンペーン第3弾が来たということでイベント解説やっていこうかなと思います。ワンピースデイ記念日みたいなのが来ると思ったんですけれどもね、もう今年来ないのかな、ちょっとわかんないんですけれども、今回ニカの復刻はじめね、結構いろいろイベントは来ているということで、もう早速ね確認していきたいなと思います。それでは行きましょう。どうぞ。それでは早速見ていきましょう。まずダイヤ配布ですね。ダイヤ50個に加え、ログインボーナスで20個獲得することができます。めちゃくちゃ大盤振る舞いですよね。で、一応メダルも獲得することができるということで、こちらのメダルは麦わらの一味の継承メダルということで、14% 増加メダルなんですけれども、初心者さんとかはね、特にこういった継承メダルっていうのはすごい大事になってくると思うんで、忘れずにね、毎日ログインするようにしていただけたらなと思います。で、ダイヤ関連についてなんですけれども、こちらのリーグのデイリースコア宝箱にて、達成することによってもダイヤ1個もらえるみたいなんでね、毎日忘れずにリーグバトルやってね、獲得するようにしていただけたらなと思います。ノーマルミッション、毎日のデイリーミッションですね、あれを合わせるともう毎日2個ダイヤ獲得することができるんで、今は、もうこの超フェス前、もう少しでもダイヤをね、貯めていただけたらなと思います。塵も積もれば大和なでしこですね。今回チャレンジバトルはカウントバトルということでね、今回も8月13日と結構期間は短いんでね、忘れずにやっていただけたらなと思います。ランキング報酬については緑属性の時防御力増加メダルということで、そこそこいいメダルなのかなと思うんでね、短い期間なんで、頑張れる方は頑張っていただけたらなと思います。はい、そして最後3つ目ですね。ルフィのガチャということで、いっぱい来てるって言った割にはちょっとそんな少なかった気もするんですけど、それは置いといて、まず確定分についてお話ししておくと、まずダイヤに関して言うと3000個、ダイヤ3000個で確定ということで、でチケットに関しては28,800円で確定みたいな風になっています。で、今回のルフィのガチャ評価なんですけれども、5段階中3点ですかね。ダイヤもチケットも5段階中3点くらいかなっていう風に思います。やっぱり今の環境のルフィは強い部分はもちろんあります。やっぱりその 150% 旗貯めれて、でゲッターにもなれて、アタッカーにもなれてっていう、本当に素晴らしいキャラではありますし、防御力無視攻撃もしっかりと持っていて、で状態異常とかを持っててっていう風に、本当にねいいキャラではあるんですけれども、やっぱりね、昔の、去年出たキャラっていうこともあって、ルッチが登場してちょっと徐々にきつくなってきてますし、確定分がそんなに安くない。28,800円、これはその登場した時より結構安くはなってるんですけれども、ルッチより高いのはどうなのかなっていうような、そういった部分にはなってくるんで、サポートとかで輝くにしてもね、今の環境で引くかどうかっていうとちょっと微妙なラインなのかなっていうふうに思います。そのニカがね、めちゃくちゃ欲しいって言ってる方いらっしゃったんで、そういった方はね、別に引いてもいいとは思うんですけれども、迷っている方に言うとしたら、今回のニカはおすすめできないっていうふうに、言っておこうかなと思います。5段階中、3点ぐらいですかね。はい、じゃあね、今回はルフィ使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バシャーロンパークステージですね。お疲れ様スタンプをしてるな。これ私が取るのか？あれ、なんかカイドウとスネークがすごい喧嘩してますけれども、じゃあ私はそれ見守っときましょうかね。一応これスキル1奥まで届くんですけど、一回撃ってみていいかな。でもなんかドンマイスタンプ押されるかもしれないけど、いいよ、私はドンマイ覚悟で撃たれるぜ。よし、あんな感じでね、結構距離はありますし、障害物貫通なんで、非常にいいスキルなのかなと思います。無敵スキルっていうのもいいよね。あれ、親父は、お互い苦労するみたいですね。じゃあ、あそこは、助けるか。このスキル2が防御力無視で威力めちゃくちゃ高くって、障害物貫通っていうね、もう素晴らしいスキルになってるんですけど、いやー、間に合わんか。じゃあ C 地点の方行っといて、本来はゲッターな、ごめんなさい、ディフェンダーなんで 150% 旗を作っていくっていうのがすごい大事なんですけれども、こんな風にね、一応ゲッターになれるんで攻めれる部分もあるみたいな、そんなキャラになっておりますと、ここじゃあスキル1当てといて、ちょっとでも妨害してあげたらって感じだったんですが、すごい親父頑張ってるどうしようかな。でもブルーのが多分飛んでくんだよな、あそこに。いや、大丈夫かな。エレガンス爺さんはでも多分限界来るよな、あの感じだと。カムサリ残ってんのか。ジャスト回避一発二発、スキル2、ナイス。いやー、でもこれどうする。一発二発、一発二発、ナイスケオ。これブルーの取り終わりだな。スキル1、そっちじゃなかったけど。やばい。
ジャスガヒ一発二発ここカウンター、通常長押しでカウンターあるんですけど後突きでかいんで、いや神か、そこはご了承くださいということでね、はいはいはい、じゃあここでカウンター入れといて、ナイス。いや通常カウンターがねなんやかんや強いんですよ。はいはい、握らせねえぜ。何、じゃあここカウンター入れといやー打たれんか、これ私悪い俺死んだか。ここじゃあスキル2、ナイス、いいね。いややっぱ防御力無視様々だぜ。これあえて、いや嘘待って、いやありがとう親父。一発、あーちょっと親父もうちょいさ、いやもうちょい耐久力ね、おおありがとう。はいはいはい、じゃあ私は E 地点の方行っておきましょうか。で A 地点は多分大丈夫。はい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 、素晴らしいね。これはルフィ君は強い、ケイありがとうございました。いいね、じゃあね2戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バジャーロンパークステージ再びですね。まあやっぱりさっきみたいに基本はディフェンダーの、立ち回りが大切ということで 150% 旗を作ってどんどん作って、でまあ隙あらばまあちょっと攻めていいかなみたいな感じ。ここじゃあスキル1、ありがとうスタンプの裏に隠れながら、これ取ったら私殴るぜ、オッケー。防御無視様様、あー裏取られてるか、まあいいかな、多分なんとかなるでしょう。でも向こうも障害物貫通持ってんだよ、うわ危ねえ、あー当たってるわ全然危なくなかった、普通に当たってたね。まあ 150% 旗作るのは大事なんですが、まあそれでもねとりあえず 2-3 にしようということで、ナイスルッチ、私も無駄回避作る使うぜ。あーっとね、あーまあまあまあいいや。まあ一応なんかその役職変化した時には回復したりはするんで、そういったものもね利用できたらなとは思うんですけれども、あこちらこそありがとう。まあじゃあ 150% 旗貯めといて、ちょっと奥の方行きたいんだけど、あでもシャンいんのか、あまああれはじゃあゾロに任せとこうかな。はいはい、あれあれ、私の方来る、これは私なのか、いやーでもね、いやちょっとごめんイモるわ。どうしよう。いや違う、ちょっと待ってね。じゃあ B 地点の方行きましょうか、これは私は行くぜ、うっよし。で 150% 旗貯めといて、あごめんごめんなさい、じゃあもうこれカウンター入れといて、はいはいはい、通常攻撃カウンターだね。おじいちゃんと待てよ、カウンター挟んどく。いやーまあそのカムサリとかもねカウンターとかで防いだりはするんですけれどもね、なんかやってるうちになんか勝てそうだな。はいはい、スキル1当てといて、握るんだったらスキル2、まあ、基本的にはスキル2で妨害するみたいな風にはなるんですけど、まあでもぶっちゃけでもうーん止めれんのよな。はいはい、一発二発、こっちはカウンター入れときたかったけど、いやまずいな。でも多分ねルッチが倒してくれる、くない、よし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 、じゃあルッチの胴ごと貫きますね。ナイス、障害物貫通ですね。あーいやこちらこそありがとう、あー怒っちゃってる。まあ、ここの2つを守るっていう風にしましょうかね。私はお相手さんまあ脅威なゲッターはそんないない気するんでね。あおじいちゃん来たか、あれワンチャンなんかボット説あったんだよな、ボットかな、あボットだな、このジャスカイの感じはボットだ。で私はこっちに行けばいい。一発二発一発、スキル1は打ちたいけど打てない年頃、いやーこれは打てるな。はいはい、じゃあカウンター決めといて、やばい、ちょっと雑いけどうんちょっとこれは反省だな、ありがとうございました。勝ったけど